アのみさんこんにちは、これ。それでは今回なんですけども、今年最後のペイペイチャンス、キャッシュレスの神社からスタートして結果はということで、今月もやってきました。月末ということで、ペイペイチャンスの動画ですね。いや、まあ、月末というよりは、タイトル通り今年最後の方が結構しっくりきますね。まあ、今回の動画なんですけども、初めて見た方に事前に解説したいと思うんですが、現在ペイペイでは街角ペイペイのキャンペーンの一環として、右側の赤い枠の部分なんですけども、ペイペイチャンスという20回に1回の確率で、 合計1000円相当が当たるキャンペーンというのが開催されてます。ちなみにこの1000円分が当たるのは今出ているようなペイペイのポスターもしくはキャッシュレッシ費者還元事業の5%のお店。なおかつそこがペイペイが使えるというところが必須ですね。そうなんですよ。今回はこの1000円分を当てようという企画となっています。 しかも、このタイミングでする理由というのは、まあ前からちょっとちょくちょく言ってるんですが、月末はなんかこう、当たりやすいかもしれないということをですね、まあちらほらと、まあツイッターとか含めていろいろ伺ったので、まあ気がついたらもう月末の恒例企画となっていました。まあちょっと先月はペイペイチャンスがなかったのでできなかったんですけども、ちなみにその過去にこの動画を3度ぐらいやって2度当たりまして、前回の10月の時は外れています。まあそれを踏まえた上でここから、 動画の流れなんですけどもまず僕が住んでる福岡市にはキャッシュレスの神社というおさり銭は小銭が必要なんですけどもおみくじがなんとキャッシュレス決済が可能となってますそこはあの n e p ペイが使えるようになってます で、そこでまずはおみくじを引いて運試しをします。そしてそのおみくじの運気を持ったのまま3回ペ a ペ p を使って1000円以上の決済を行います。そして今回のキャンペーンの1000円分が当たるかどうかという企画となっています。ちなみにこの動画の撮影日は2019年の12月29日に行ったものとなっています。それではまずは実際にどんなお店でどんなところでペ a ペ p で決済してきたのか、まずはこちらの映像からどうぞ。 ということで実際に使った映像でした。まあ映像でご覧になった通りですね。実際にこのキャッシュレスの神社にて引いたおみくじは中吉だったんですけども、まあこれまでは連続して大吉だったんですが、それがこうちょっと今回は中吉だったので意外でしたね。ちなみにこのおみくじは LINEPay での決済をしてご覧のように100円と出ています。ちゃんとポイントも還元されています。 さあお待たせしました。それではここからまず最初はですね、飲食店にてペイペイでの決済をしてきました。いや、やっぱここのレバニラとアジフライはとても美味しかったですね。そしてまあ、行ってみましょう早速、気になるペイペイチャンスの結果。 じゃんということで、1100円のお会計で71円相当の還元ということで、いやまあ、早速、外れてしまいました。まあ、最初なのでね、まだまだこれは大丈夫でしょう。ちなみに外れても、このキャンペーンの期間中は、最低でも6.5%分は還元されるようになっているので、やっぱそれはそれでお得ですよね。それでは気を取り直して、今度はスーパーに行ってきました。ここではお野菜、豆乳、あとはゆず茶を購入しました。それでは2度目のペイペイチャンス行ってみましょうじゃん ということで、1427円のお会計で92円の還元、こちらも外れてしまいました。 それでは最後ですね、ちょっと映像を残せてなかったんですけども、今出ているこのコーヒー豆を購入してきました。やっぱりこれは僕の YouTube のこの動画の作業とか、あとはこの僕の大好きなバナナチップスチョコには欠かせない飲み物となっています。それでは最後、今年最後のペ a ペ p チャンス、果たして当たるかどうか、ドキドキしますが、行ってみましょうじゃんということで、2430円の会計で157円の還元、なんとこちらも見事に外れちゃいました。いやーまあちょっと ちょっと悔しいですね。多分ここ最近はまあ他の決済を使っていたのでもしかしたらまあ僕の PayPay ペペが焼き餅を焼いていたのかなという風うに勝手に思っています。 まあそんなこんなで今回は全然有益な情報ではありませんでしたが今後もこのペイペイチャンスの動画含めてまたちょっとした企画などが思いつけばまた動画にしたいなと思っていますまあ、さかこう今年の最後の動画がペイペイチャンスで終わるというまあ2019年はペイペイにとてもとてもお世話になったので、まあ、ペイペイチャンスは当たりませんでしたがいい感じに締めれたかなと思います ということでこ、ありがたいことにですね、まあ、今年4月から毎日動画投稿を始めて、まあ、今ではチャンネル登録者数がなんと9290名の方も登録をしていただきました。もう僕の中では考えられないぐらいの方が登録していただいて本当に感謝の気持ちでいっぱいです。いつもありがとうございます。 まあ今後もこのペースで動画投稿、あと含めたライブ配信も含めてアップしていく予定ですので、まあそれと含めてですね、まあ2020年もまた新たなチャレンジもしていきたいと思ってるので、まあその際は YouTube にてご報告させていただきたいと思います。それでは締めたいと思います。本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。よいよとしよう。